それでは一時写像による移り先像ですねについて説明します。F というのはまあ R2 の一時変換として、例えば E110、e、ですね。E、10の移り先が12であるとして、e、01の移り先が3マイナス1であるとします。そうすると23というのは2倍の E1 プラス3倍の E2 と一時結合で書けますから。 これは倍倍の FE 2足す3倍の FE2 FE2 すすとなりますしたがって2倍の12プラス3倍の3マイナス1となって、まあ、このように計算できるわけですがこの一次結合の式の部分ですねこの部分がこのように行列でかけるということから表す行列はこの132マイナス1であるということが分かるわけですねはいそれではですねもう少し 具体的な一時変化についててやってみましょうまず回転なんですけれども回転は明らかに線形性を持ちます、えー、つまり x プラス y を60度回転したものは x を60度回転したものと y を60度回転したものを足したものですし、まあ、スカラーバイについても同じですよねですから線形性を持つと。ということで、えー、60度回転は線形性を持つので、えー、行列で書けるはずだと。で、えー、実際1,0は まあ、コサイン60度、サイン60度ですから、2分の1、2分のルート3。0、1は、えーまあ、既に90度回転した上に150度回転しますから、えーまあ、コサイン150度、サイン150度ですね。で、マイナス2分のルート3の2分の1というふうに移ります。ということで、えー、行列はこうなるわけですね。はい。まあ、一般にシータ回転を表す行列は、あ1、0がコサイン、シータ、サイン、シータ。 0,1が cosθ たす2分の π は -sinθ で sinθ たす2分の π は cosθ ですのでこのような行列になります次にですね一次変換対称移動ですね対称移動というのは直線に関して折り返す対称に移動するっていうもので原点を取る直線についての対称移動っていうのはこれは明らかに線形性を持ちますとまあ鏡の世界ですからね でえー、例えば y=2x に関する対象移動は10と01と対象な点をまあ acbd というふうに置いとくとまあまず最初の条件は10と ac を結ぶベクトル a-1c というのが、えー、y=2x の方向ベクトル12と直交するということですねという条件です内積0の条件ですねそれからもう一つは中点が y=2x 上に乗っていると、えー、ac の 1/0の中点は2分の a たす1、2分の c ですから、これが y イコール 2x の関係を満たすということで、ここから ac の連立一致方程式が得られて ac が解けます。どういうんですね、bd の方も解けます。ということで、求める行列はこうなります。ということですね。で、もちろんですね、これ最初から xy っていう点の移動先をラージ x ラージ y と置いて計算するとこういう式が得られるので、まあそれからもこの行列が得られるわけですが、まあどっちでやってもおお一緒ですね。要するにこの x y のところを x を1 y を0と置いたものがこの結果ですし、つまりまあこのマイナス5分の35分の4がここに出てくる行列の1つ目に出てくるというのは x が1 y を0と置いた時ですから、えー、っていうことはよくわかるわけですね。はい。 でこの対称移動なんですけども別解としてです、ね、次のように考えることもできます。これは対称移動っていうのは12っていう y2x の方向直線の方向ですねこれを変えないっていうのがまず性質になります。それから2を 2−112 に垂直な方向を全く逆向きにするという性質がありますね。ですから、まあ、行列 A としておくと a ×12 は12である。 で, a、2 1は21であるっていうことが言えるはずですねでこの2つの式をですね1つにまとめて書くとこういうふうになります。ですね。a る1 2 1列目は a かける1 2 2列目は a かける2 1でそれがそれぞれ12と -21 であるということですね。ということでここからどうすればいいかっていうとこの行列の まあ逆行列ですね二次の場合、一応逆行列の説明をしましたので、えーまあ、具体的な公式があるということも言いましたので、それをまあ使ってですね、このように計算することができます。右側から、1、2、2、マイナス1のインバースをかけるということをやります。そうすると、行列式がマイナス5ですから、マイナス5分の1のマイナス1、マイナス2、マイナス2、1というのをかけてやって、で、結果としてまあこういうふうになって、先ほど、 やったものと一致します